成り渡るサイレン。敵機来襲。敵の攻撃はフィリピンの中心部を狙いつつある。このことあろう覚悟せるマニラ市民は直ちに防衛態勢につく。目指して侵入するグラマン関西行きの一軍、熾烈な地上砲火、巧妙な弾幕、たちまち全体を乱す猛烈な空中戦。敵は明らかに無差別爆撃を選んだ。燃え上がる教会、猛爆の被害は防空陣の活動によって最小限度に食い止めたが、一部市民の家は焼かれ、家財は失われていく。暴挙によって人を1800万民衆の信仰の的、マニラ最古を誇るピノンド教会も無残にも焼け落ちた。これが人道を口にし正義を叫ぶアメリカの行為である。あまりにも暴虐なこの手段、親を失い子を傷つけられ、今また神の伝道を抑え、核も惨めに打ち込まれて、フィリピン国民の怒りは頂点に達する。一方この両日、撃墜破された敵機およそ100機、大周期の7分の1に及ぶ大損害を被って、さすが数量を誇る春勢艦隊の不損なる進行計画も一頓だ。輝かしい戦果の数々に高らかな外貨は上がった。しかし戦いは激化する。戦線を布告し、大東亜諸国家と運命を共にせんと誓うフィリピンは、いかなるアメリカの攻撃をも撃退して最後の勝利へと突進する。鳴り渡るサイレン。敵機来襲。敵の攻撃はフィリピンの中心部を狙いつつある。このことあろう覚悟せるマニラ市民は直ちに防衛態勢につく。マニラ目指して侵入するグラマン関西行きの一軍、熾烈な地上砲火、巧妙な弾幕、たちまち全体を乱す猛烈な空中戦。中高艦爆撃機、これに食いついていく我が精鋭、はやぶさ戦闘機。
相次いで煙を吐いて落ちる敵機。敵は明らかに無差別爆撃を選んだ。燃え上がる教会、猛爆の被害は防空陣の活動によって最小限度に食い止めたが、一部市民の家は焼かれ、家財は失われていく。この暴挙によって人を1800万民衆の信仰の的、マニラ最古を誇るピノンド教会も無残にも焼け落ちた。これが人道を口にし正義を叫ぶアメリカの行為である。あまりにも暴虐なこの手段、親を失い子を傷つけられ、今また神の伝道を抑え、核も惨めに打ち込まれて、フィリピン国民の怒りは頂点に達する。一方この両日、撃墜破された敵機およそ100機、大衆機の7分の1に及ぶ大損害を被って、さすが数量を誇るハルゼー艦隊の不損なる進行計画も一頓だ。輝かしい戦果の数々に高らかな外貨は上がった。しかし戦いは激化する。戦線を布告し大東亜諸国家と運命を共にせんと誓うフィリピンは、いかなるアメリカの攻撃をも撃退して最後の勝利へと突進する。